さあ今度はですねザ・ボンチさんのお二人でございますが、このボンチさんのご一緒の方ね、うーんというこっちの方、男前の方、まあどっちも男前ですけども、あっちの方は去年タイガースの優勝でね丸坊主にしましてね、もう今年に入って2日ですから伸びてもいいんですけど、なかなか髪の毛が伸びんと、昨日元旦も1日頭伸びんのを待って太陽にさらしとったそうですけども、伸びませんわ言うてました。もうそしたらボンチさんからです、どうぞ。おめでとうございます、お願いいたします。まずはどうです、おめでとう、今年もこの男がない、やかましい、おお。今日も大変な事件なんだよ。実はですね、こちらの図にありますように、A から C 地点、この間の B 地点のタバコ屋さんで犯人はすでにタバコを買ってたんです、そして D 地点の薬局屋へ行ってなぜかリンゴを買ってらっしゃる、 ABCDEFF、 そして F 地点のほっとってよF 地点の公園へ行ってブランコに乗って H 地点で田中さんのお家へ忍び込んだ後 J 地点で自転車を盗んでたんですよ、そしてなんと Z 地点で少年 Z と会ってたんです。川崎さん、山本さん、ちょっと待ってください。うかっと聞いてましたが、今日の事件はややこしいですね。私もそう思います。ということは、はい、この犯人は目的地に行く前に、はい、まずタバコ屋さんに寄っていつものようにタバコを買っていた。いつものように今日初めての事件ですよ。そうでした、事件です。いつものように失礼ですね。あなた、ラボさん、いつもやってるようなこと言わないでください。今日は非常にやりにくいですね。私もそう思います。なんか目を凝らしてなあかんみたいな、はい、ヤマさん、はい、そしてその後、うん、薬局へ行ってリンゴを買いました。はい、薬局にリンゴが売ってるんです。デンターライオンの横に置いてた。おまがや、本当です。そして田中さんのお家行ってブランコを乗って、はい、そして J 地点で自転車に乗って、はい、Z 地点で少年 Z に会っていた。そう、ヤマさん、はい、この事件、この男、目的地に行く前にこれだけあっちこっちうろうろして、はい、この男はこの後どうなりました。迷子になりました。お前平気です。やったやったやった、山本です。つまり当てましょう。いつの間にかとても売れていたんです。 B 地点から C 地点まで悩みながら言葉探していたんです。辛さに負けず、そうそう、いやちょっと待ってください。どうだ、山本さんだけどん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 有名になってこう、この川崎はどうなるんです。お前は